京子です。私は今オーガスタキャンプ2022のリハーサルスタジオにおります。そしてこの方、はい、ウミガメです。ウミガメに眉毛があるんですか？ウミガメ最近ね、これ毛ですよ、毛毛がついてるんですよ。名を名乗れ。山崎正義です。どうも山ちゃん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今リハーサルが終わったじゃん。終わりましたね。いかがでしたか？相変わらずでしたね、僕は。どっちに相変わらず？僕が相変わらず。相変わらず良い。相変わらず良くも悪くもよくわからない。だからその俺わからんのよ、自分がこうバーってやってても。かっこいいよ、リハだったけど。いや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 、わからないんだよな、俺はわからないんだよ、自分が自分で。それよりもスパイスオブゴールド、え、あれ最高やね。YouTube に上がっててさ、うん、俺も寝る前にもう俺が出た回全部聞いてるからね。それ私と松村聖也君が面白いんじゃなくて、俺がおもろい。俺がおもろい。わったなあれ。こちらは FM 心でございます。すいません、全然違いましたね、はい、いや僕ね、カトミキさんのだから番組のめっちゃおもろいこと言ってるんですよ。ミキさんのところね。あ、そう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 、まあ、カトミキさんとは長いからね。長いんですね、お世話にずっとなってるから。俺は相変わらず撫で方ですねって言ってたからね、この人は。いや俺もともとは撫で方なんですよと。あ、やっぱり全部分かってもらっちゃったのね。そうなんです、そうなんですよ、はい。まあ、改めまして、9月25日日曜日開催のですね、うん、オーガスタキャンプ2022の山崎正義、はい、心意気を、意気込みを、はい、よろしく。その日一番面白くなる、もうそれだけですよね。考えてみたらもうそれしかない。多分ね、俺他の追随を許さないぐらいの、なんていうかな、俺を利用もるいいことになってみるやこれみたいな。音楽性ではなく、音楽性は関係ないです。いかに面白いか、いかに面白いかです。ラジオ機の皆さん、カトミキちゃん、うん、山崎正義がいかに面白いかをですね、うん、皆さん見届けてください。はい、お願いします。松村聖也です。いや、どうも。今終わったばっかりで。今終わったばっかりで。ちょっと興奮状態ですか。あら、興奮してる。興奮してます。どうだった。まあちょっとだから、うん、まあでもあのね、京子さんに参加してもらう曲もそうですけど、はい、今までとは違う感じのオーキャンでのステージになるかなって思ってるんで、リハもやってみた感じやっぱちょっと違うかった。違った。そう、楽しみです。かなり違って、山がね、モニターで見てて、はいはいはい、あいつギター持たへんのか。それもあんまりやってこなかったんでね、オーキャンでは、ね、その特にもっと言うと有観客でのオーキャンではほとんどなかったんで。そうか。そうで、無観客ね、2年続きましたけど、そこでちょっといろいろこう修行というか、はい、実験というのをやりつつ、まあ、やっとお披露目みたいなね。ね、ニュー松室。そう、ニュー松室。いろんな意味でのニュー松室。ニュー松室。ね、9月25日のライブは。ああ、もう、バッチリでしょ。いただき。バッチリです。山崎正義君は、はい、俺が他の誰よりも絶対面白いって。いやいや、その面白さで多分勝負してるのは山さんだけだと思うんですよ。まあ、もしかすると拓也さんとかはあるかもしれないですけどね、面白さで勝負を。まあ、僕あの横浜赤レンガでのオーキャンでメインアクトで出させてもらうのは初めてなんですよ。オープニングアクトでは2015年に出させてもらってるんですけど、一応皆さんに混じってこう歌わせてもらうのは横浜では初めてのオーキャンなんで、僕は。うわ、そう、そういう意味でもだからすごい楽しみなんですよ。だからもう精一杯皆さんに届けられるように歌いたいなと思います。浜畑陽平です。イエーイ、陽平くん、お疲れ様です。お疲れ様でございました。今リハーサル終わったばっかりですけど、はい、いかが残暑。もう湿度がすごいですね。びしょ濡れになんか汗もすごいかいたし、男の子だね。そして代謝がいいんだね。さっき僕の前ピストルさんだったじゃないですか、うんうんうん、ピストルさんもシャツの色全部変わってましたからね。ピーちゃんもすごかったね。なんでそんな汗かいてるんですかって言ったら、僕同じだけかいてますからね。もうピストルさん拭いてたね、タオルでね。手応えはいかが。僕は新しいアルバムがね、間もなく9月21日に、うん、リリースになるんですけど、はい、まあ、もちろんね、うん、その中から歌わせていただこうかなと思っているっていうのもありつつ、新曲、はい、どうですか今回のバンドの皆様。いや、もう素晴らしい、いつも通りもナイスバンドです、うん、ナイスバンド。
バッチリ安心してお任せしております。でまあリハーサル中に新しいなんかアイデアとかも出たりして、うんうんうん、ね、そうなんか新しいお願い事するってさ、全員がペン持ってバッて書き込むから、 そのあ、すいませんすいませんってなるんですけど、せっかくのオーガスタキャンプですから、うん、もうできるだけね、うん、あの思いついたことは実現して、うん、いい状態で聞いてもらおうかなと、いろいろ考えてますからね、仕掛けがいろいろありますからね、仕掛けがいろいろありますからねそうなんです、我々仕掛けてますよ、仕掛けまくってますからね、はい、ということで今日は浜端陽平でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ソラヤファンファンオーガスタキャンプ2022、お聞きいただいたのは京子さんによるオーキャンリハーサルスタジオのレポートでした。仕掛けているというのが何なのか楽しみですけれどもね、今回は山崎まさよし、松村誠也、浜端陽平、そんなお三方に出演いただきましたが、山さんものすごいテンション高いのいかにリハーサルが、ね、盛り上がったかが感じられますけれども、しかしいかに面白いのか楽しみにしましょう。ちなみに相変わらず撫で方ですねって言ったんではなくて、久しぶりに会ったら撫で方になってって言ったんですね、ずっと撫で方ですけれども、松村誠也さんね、ギター持たへんのかっていう、無観客オーキャン、ね、がほとんどですけれども、でも大活躍されましたもんね、無観客オーキャンでもね。そして横浜でのオープニングアクトも覚えておりますが、メインは初めてということでとても楽しみです。新しい松村誠也、浜端陽平さんは、はい、ニューアルバムがもう間もなく出ますけれども、ファーストメジャーアルバム、そこからも聞けるということでとっても楽しみです。そしてその仕掛けが何なのかね。で、浜端さんがお話になっていたオーガスタキャンプ2022ナイスバンドのメンバーですが、ギターは福田真一郎、ベース種田武、キーボード浦清秀、パーカッションは高橋優子、ドラム荒木優子&小笠原匠といった、おなじみのメンバーでございますが、はい、楽しみでございます。京子です。私は今オーガスタキャンプ2022のリハーサルスタジオにおります。そしてこの方、竹原ピズルです。よろしくお願いします。いえ、おはよう日本いきなりびっくりした。一番本人がびっくりしましたよ。だよね。いや、あれですよね、まあ、うん、新潟の土砂降りの大雨が降る、はい、新潟の街をギターが背負って、うんうん、傘さして朝っぱら歩いてたら、それをテレビカメラに撮られて、それをおはよう日本で流されたっていう話の話ですよね。そうです。はい、まあ、あっちのエリアは共同北陸さんっていうイベントに僕はお世話になったんですけど、うん、あいつらが車で送ってくれないおかげで祭りましたね筋肉にも散々ネチネチ言いましたけどね。いや、ピーちゃんそんなことあるんだと思って。ないですよ、めったに。はい、ちゃんと車で送ってくれたり、うん、新幹線の飛行機でちゃんと使ってるんですけど、うん、あの日だけ共同北陸の時だけ歩かされてるんで、奇跡のショットを撮っていやー、ちょっと神がかってます、ね、ある意味ね。いや、本当に。そんなピーちゃん、はい、あの今はちょうどねリハーサルが終わったばっかりです。終わったばっかりですね。いやー、かっこよかったですね。楽しかったですか？私は、いや、楽しいけど、はい、ちょっとあの歌はね、重い、いろんな映像が浮かんできてて、うん、歌ってると、そもそも、まあ、一番初めにちょっと歌わせていただいた時から、はい、多分誰もがいろんな思いを巡らす歌だと思ってて、で、何年か前に歌わせてもらった時とまた今歌うと違う映像がよぎるので、そっからの出来事なんかもあるし、なんもうね、歌うにはちょっとつらい、いい歌だね。いやいや、でもずっと姉さんとかその道ずっと一本でこうしてデビュー30周年と生まれてきて、だから思い返し量もすごいだろうななんて思いながら聞いてたんですけどね。オーガスタキャンプ2022へのこの思いを、うん、そうですね、こんなことをご本人の前で言ったら、あの、はい、姉さんが難しくなっちゃうかなとも
思うし、そして姉さんは人に順位をつけるような人じゃないっていうのを分かっているのが大前提なんですけど、はい、今年のオーガスタキャンプに関しては、うん、姉さんが誰とのセッションが一番楽しかった、 B ちゃんとのセッションが一番楽しかったっていうのを持って一等賞だと思うんで、そこを狙っていこうと思ってますね。はい、うん、いやもうそれに関してはもう リハからやられてます今のところ1位かもしれないちゃんと頑張り、楽しみですね。楽しみだね。楽しみ。皆さん、ともきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お疲れ様です。お疲れ様。どうだす今終わってリハ楽しかったですよ。楽しかったですかごめんね、歌い分けでいろいろ変えてね。いや何にも。あなたは声が高いんですね。高いんですけど、ちょっとなんか今日ちょっとやっちゃって、ちょっと声枯らしちゃって。え、声枯れることあるの？声枯れることあるんです。なんか久しぶりにめっちゃ枯れたから、なんかだから足を引きずってなければいいなと思って。オーガスタキャンプ、うん、長澤智之くんの意気込み。はい、まず姫をおめでとうございます。あ、いや、そんなそんな。だからまあ僕らもこれ楽しくセレブレートできたらなと思っておりますね。はい、荒木優子です。はい、お疲れ様でございました。ゆうこちゃん、いかがでしたか？まあ、いつもいろいろ半分ぐらいを担当させてもらうんだけど、うん、今年は特に仲がいい人ばっかりみたいな、みんな久しぶりに会ったんだけど、なんかその飲み仲間に久しぶりに会ったみたいな雰囲気で、結構なんだろう、楽にできた。あ、本当、うん、あ、それがだから嬉しかったとか。あ、いいね、うん、いい感じでござるな、うん、ぜひみんなと一緒にみんなで楽しみたいし、京子さんの30周年を祝いたいですうんね、その一体感ね、うん、お客さんとミュージシャンの一体感、うん、よっしゃ。こんばんは、コイルの岡本貞義です。いかがなんですか？まだ始まって2日目ぐらいですか？最初ですね。そう、2日目だね。うん、だからもう、うん、最初の合わせに近いんだけど、まあまあ皆さんちゃんとやってくれてて、やはりバンドメンバーがスーパーメンバーですから ね。CD とか聞き返してやってたね。そう、 CD とか、なぜかっていうとね、うん、違う音源が入ってたから。え？そういう大人の事情があったんですね。そうそう、でも全然もうそのピリピリ感は皆無でしたね。どうなってんだよ、話が違うじゃないかよみたいな、昔の若い頃はおいスタッフ何やってんだよみたいな、そういうのはなんかありがちだったんです。いいよ、しょうがない人間だから。え、佐野君そんなんなかったでしょ？結構僕ピリピリタイプだったんですよ、神経質。すごい。そう、モニターが多少違ってたりとか、約束とかちょっと違うになったとしても、まあそれはそれでまあいいよっていう懐の大きさを見せた方がかっこいいかなっていう対処の仕方とか、ライブいっぱいやってると失敗したけどそうじゃない風に見せたりとか、あとそうじゃないとこでこうライブをやっててたら、まあそこは間違えたけどうまくいったね、ああ分かったみたいなことをしてる方が、うん、なんか楽しいなっていうか面白いなっていうのが気がつくと、アクシデントとかトラブルを結構なんか乗り越えたり違う方にするっていう感覚が芽生えたのかな、うんうんうん、今回久しぶりに外でできるし、しかも僕も横浜だから地元だから楽しみしてる本当に。はい、ということでいかがでしたか？京子さんによるリハーサルスタジオのレポートパート2、竹原ピストルさん、長澤智之さん、荒木優子さん、コイルの岡本貞義さんというメンバーにお話を伺いましたというか聞いてくださいました。いや、京子さんありがとうございます。それぞれにね楽しかったですが、竹原ピストルさんのおはよう日本はあれはあれですよね、大雨のニュースの画面でどんだけ雨が降ってるかすごいんです、この人こんなに大変そうですっていうような画面で流れちゃったんですよね。竹原ピストルさんがギターを抱えて共同北陸さんにタクシーに乗せられなかったから歩いていた場面をね、それが土砂降りなんですよ本当に。私ツイッターでねいいねしましたので、よかったら私のツイートから見ることもできますので覗いてみてください。いやーねまあそれはそれとして、歌うには辛いいい歌って京子さんが言っていたのがどの曲なのかも楽しみですし、Pちゃんが一番と言われたいという、今のところ一番じゃないかと言っていたその共演もとても楽しみです。長澤智之さん声枯らしちゃってというおっしゃってましたが、キーが高いのを要するに京子さんと重ねるってことなんでしょうかね。そちらも楽しみですね。
荒木陽子さん、今回は出演も多いようで、いつもよりもね、叩くとかっこいいだけど歌うとかわいいという、そんなステージをまた楽しみにしております。またコイルの岡本貞義さんはピリピリタイプとはちょっと思えないんですけれども、でも懐が、ね、広くなったようで、音に対して厳しさが、ね、あるのかもしれません、こだわりなのかもしれませんが、いやー、どんな風になるんでしょうかね。地元の横浜でのステージ楽しみにしております。さあ来週も京子さんがリハーサルスタジオでレポートしてくださいます。今週声が聞こえなかったメンバーは来週登場になるのでしょうか、わかりませんがお楽しみに。